YouTube をご覧の皆様、こんにちは。コンシェルジュのまどかです。今回はヘアロスでお悩みの方の人生が変わるかもしれないヘアケアをご紹介します。ヘアロスとは、髪が薄くなったりボリュームが失われたり、頭皮の状態が不健康になることで正常な髪が生えにくくなる状態のことを言います。髪が健康な状態になることで、ヘアアレンジやヘアアレンジに合わせたメイクなどがもっと楽しくなると思います。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。結構店頭にいらっしゃるお客様も、毛先とかキューティクルのケアに力を入れてる方も多くいらっしゃるんですけれども、実は健やかな髪のポイントは頭皮にあるんです。今回はアイテム紹介に加え、簡単な頭皮ケアもご紹介します。美しい髪を手に入れる方法、まず一つ目は予洗いをすることです。シャンプーの前に髪の毛をシャワーでしっかりとすぐことで、頭皮のほとんどの汚れが取れると言われています。さらに髪に水分をしっかりと行き渡らせることで、シャンプーの泡立ちも良くなり、摩擦から髪を守ることもできます。二つ目は皮脂酸化を防ぐアイテムを使用することです。紫外線によって皮脂が酸化すると、頭皮環境が悪化し、薄毛や抜け毛といったヘアロスの原因になってしまいます。実は全身の中で皮脂量が最も多く、顔の T ゾーンの2倍と言われている頭皮は特に気をつけなければいけない部位です。まずは皮脂酸化を予防したい方におすすめのアイテムをご紹介します。今回ご紹介するのはこちらの AQ リペアスムースシャンプーとAQ リペアボリュームシャンプーです。こちらは皮脂酸化防止に重要な頭皮フレッシュケア成分を配合しています。頭皮フレッシュケア成分にはトコトリエノールなども含まれています。トコトリエノールはコスメデコルテの高級ラインのスキンケアにも取り入れられており、ヘアケアにも配合することで頭皮の皮脂酸化の原因物質へとアプローチし、頭皮を健やかな状態に整えてくれます。こちらのシャンプーは髪の毛の汚れを落とすだけではなく、頭皮のスカルプクレンジングも一緒にできます。またとっても濃密な泡で頭皮を優しく包み、潤いを保ちながら頭皮環境を健やかに整えます。そしてエッセンシャルオイルを使用した心安らぐ香りになっているので、バスタイムの時間がさらにリラックスできると思います。この2つのシャンプーの違いなのですが、まずこちらスムースタイプは滑らかな指通りとツヤを叶えてくれるシャンプーになります。私も使ってるんですけれども、本当に指通りがすごく気持ちいいので、次の日のスタイリングもすごく楽に決まります。そしてこちらのボリュームタイプは張りやコシを生み、ふんわり感と滑らかさを叶えます。こちらのシャンプーは頭皮の根元がこうペタッとしてしまって、立ち上がりがちょっと気になるなっていう方におすすめです。そして同じシリーズからこちらの AQ リペアスムーストリートメントコンディショナーと AQ リペアボリュームトリートメントコンディショナーもご用意しておりますので、さらにヘアケアを徹底したい方にはおすすめです。美しい髪を手に入れる方法3つ目は頭皮マッサージをすることです。髪にはヘアサイクルがありますが、ヘアロスがお悩みの方は極端に成長期が短くなってしまいます。そのためツボ押しやマッサージを行うことで血行促進し、頭皮を柔軟にして頭皮環境を整うようにしておくことが重要です。マッサージをしようとしてシャンプーの際に爪を立てて頭皮を洗うのは NG です。指の腹で頭皮を優しくマッサージすることを意識してください。次にご紹介するのはこちらの AQ アブソリュートスカルプ&ヘアショットです。こちらはヘア美容液になりまして、ジェットミストタイプで使いやすく、またサラッとした使い心地でマッサージに適しています。また頭皮に潤いを与えながら根元から立ち上がるようなふんわりとした仕上がりにし、さらに気になる頭皮の匂いの原因菌へのアプローチも行います。それでは AQ アブソリュートスカルプ&ヘアショットを使用したマッサージをご紹介します。髪を小分けにしながら10プッシュから14プッシュ直接頭皮に塗布します。次に頭頂部を人差し指などで3秒くらい押し、ゆっくり離します。後頭部のくぼみを指の腹を使って3秒くらい押し、ゆっくりと離します。次に
両手の指の腹で頭をつかむようにして頭皮全体を揉みほぐします。指の位置を少しずつずらしながら円を描くようにゆっくりとほぐしてください。最後に両手の指の腹で強弱をつけてリズミカルに頭皮全体を軽く叩きます。このようなマッサージを行うことで滞りがちな頭皮の巡りを改善し健やかな頭皮環境に整えます。美しい髪を手に入れる方法4つ目は髪をなるべく早く乾かすことです。髪の毛を早く乾かすことでキューティクルを引き締め、またツヤを出し、毛髪を健康な状態に復元してくれます。頭皮だけではなく髪の先までしっかりケアすることが重要です。次に紹介するのは AQ リプレニッシュヘアエッセンスです。こちらは美容液のようにさらりとしたテクスチャーで軽やかにまとまり、毛先まで艶やかな状態に仕上げます。さらに熱プロテクト処方でドライヤーの熱から髪を守ります。どんなに髪をいたわっていてもドライヤーの熱で髪が傷んでしまって困ってるっていう方にもおすすめです。こちらは濡れた髪でも乾いた髪でも使用可能になります。洗い流さないトリートメント特有のベタつきが気になる方は濡れた髪で使用するとサラッとした仕上がりになるのでおすすめです。こちらもエッセンシャルオイルを使用した心安らぐ香りになっています。私もこの AQ のヘアケアを使用してるんですけれども、私の髪質は硬くてゴワつきがある割に根元がペタッとしていて難しい髪質なんですが、この AQ のヘアケアは1回の使用でも髪のツヤ感だったりとか根元のふんわり感を抜群に実感できて、まるでもうヘアサロンの帰り道のような心地よさと仕上がりを実感しています。毛先だけでなく頭皮のケアも行うことが美しい髪を手に入れる近道となっています。今回紹介するアイテムを使用する際はマッサージもぜひ取り入れてみてください。この動画が少しでもいいなって思っていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。皆様お忙しい中ご視聴ありがとうございました。